皆さんこんにちは、丸さんです。こんなものを見つけました。これすごいですよ。100円ショップ あのダイソーさんでこんなの売ってました。ほらダイソーね、ダイソー完全ワイヤレスイヤホン。それはいやびっくりしちゃった、これ見つけた時。さてお値段はいくらでしょうね、見てみます。なんとダイソー100円ショップで1000円で売ってました。ちょっとねこう1000円で完全ワイヤレスイヤホン手に入るとはちょっと思ってなかったので、マジ使えるのかなと思ってちょっと買ってみました。開けてみます。ちょっとだけちっちゃい説明書がついてます。取扱説明書なんかおみくじみたい。説明書はもちろん全部日本語です。はい、入ってるもの、USB ケーブル出てきた、こうか、はい、入ったケースで、ここにね USB の差し口があります。そして本体こんなね耳に入れるタイプです。これなのか、これなのか、 YouTube の声もあるね。もう一個なかなかかっこいいじゃないですか。こっちが、あ、こうか。まあかなりギュッと入る感じですね。まずこれ充電しなきゃいけないので、では早速充電してみたいと思います。はい、じゃあ早速つけてみたいと思います。これがマイクになってるかな今。これで音が入ってるかな。マイクにもなってるかと思うんですが、装着感は、まあ、クイッと入る感じでね、なかなか悪くないです。ペアリングもかなりスムーズに、かなりもう本当に説明書に書いてある通りピッと、つながりました。かなり密閉度が高いです。本当に周りの音を遮断する感じですね。まあ、こういうタイプのやつ独特なのかもしれないんですけど、結構こう自分の声が耳からじゃなくて、こうなんていうの、骨伝導で自分の声が聞こえてる感じです。これでちょっと使ってみたいなと思いますね。これだけでこのタグって結構、まあ、安いと言ってもそれなりの値段するんですけど、まあ、とりあえずどんなものかなっていうのを確かめたい。いきなりね1万円とか高い3万円とかね、なかなか高いの買えないんですけど、まあ、どんなものかなって試しに買ってみるには、この1000円の完全ワイヤレスイヤホンちょっといいかなと思います。これで動画も撮れたりとかするの、この音声が入ってるのかな、この音声が入ってたりすると結構、使い道があるかなと感じがしました。そんなわけで買ってみましたダイソー完全ワイヤレス、イヤホン、ちゃんとマイクついてます、お話ができます。値段が1000円、税込みで1100円です。意外といいかもしれない。ではでは。